はい、皆さんこんにちは。ユミンの TV のケンゴです。本日はユミタンにモニタリングを仕掛けていきたいと思います。今から僕がユミタンに YouTube のために仕事を辞めたいと言います。その時ユミタンはどんなリアクションするのか、こちらをね検証していきたいと思います。はい、それでは早速モニタリングレッツゴー。できたよ。んおやつ。うん、これもある、クランキーもある。クランキーも食べない。お、これクランキー好きなの。そうや、リンゾルのそう、この前のサップルから食べて、うん、この前食べたんだけど、美味しかったよ。ちょっといただこうか、これ。YouTube も前よりでもいっぱい見てくる人増えて、うん、って感じやね、最近の。うん、LINE もいっぱいコメント見てくれた。コメント追いつかないで、うん、この10ヶ月ぐらいでいっぱいいろんな人見てくるのって楽しいな。うん、ゆみたんはどうよ、もっとやっぱりいろんな人見てほしい。うん、前より覚えた。ほんと人の名前。うん、年明けライブで言ったけど、今年中にな10万人達成して銀のことな欲しいもんな。でも考えたけどね、うん、10万人行こうと思ったらしてみた。うん、結構もっと頑張らなあかんな。まあさ、のんびりでいいじゃん。うん、今のペースだとちょっとなんか遅いかなとかもさ若干考えて、今1ヶ月に6本、7本ぐらいしか動画上がってないやん。うん、私もあれだよね、今よりはもうちょっと努力しないけどね。そう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 、100万人とかさ、言ってはる YouTuber さんとかさ、月に15本から20本ぐらい動画アップしてるしさ、うん、今さ、仕事も2人ともしてるやん、共働きで。うん、今編集もさ、今仕事終わって帰ってきてさ、夜10時から2時とかやん。で、撮影は土日だけとかやからさ、どうしてもさ、月さ、10本とか動画作れへんんだよね。うん、でもちょっとなんか考えてて、どうしようかなってほんまに考えたんやけど、まあ、今俺も仕事してるんやけどね。うん、でもやっぱ俺ね YouTube が一番おもろいね、やってて。うん、うん、で YouTube の方でもっと頑張ったら、うん、もしかしたら仕事をしなくてもいけるんちゃうかな、ちょっと若干。いや、それはないでしょ。いや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 、それはない。だってさ、仕事してるから YouTube 頑張ってんだからさ。なんか他の YouTuber さんも、もう例えば1ヶ月2ヶ月ガッて集中してさ、うん、伸ばしたりとか聞いたことあるやん。もうバイトとか全部やる。うん、でもその人たちはその道を選んだからでしょ。考えたら2021年10万人まで達成しようと思ったら、うん、もうちょっと決めてね、うん、結構もう会社の人も喋ってんやけど、もうね仕事を辞めようかなと、うん。やめないよ。いや、もう俺やめようと思ってんの、ほんまに。いや、やめないよ。やめてなんてどうすんの。やめて、俺ちょっと本当に YouTube に全力で行こうかなと思う。まだ貯金は、貯金ある、まだ貯金あるし。貯金はあるよ。半年間ぐらい多分な、あのたとえ給料ゼロでも生きていけるんよ、うん、貯金ちゃんとしてきたら。うん、そこを貯金はあるから、うん、ちょっとお金心配になるかもしれんけど、その分 YouTube にかって言って登録者10万人目指して頑張りたい。それは本気ですか。あ、本気だから。ちょっと今、うん、で俺とみたいになる人そこいけるんちゃうかなって。でもさ、それはさ、今後の考えでしょ。ユミタンは仕事しながらで、ケンゴは仕事さあやめて YouTube だけやるってこと。そうね、ついてても撮影できないじゃん、ユミタンが仕事して。でもその分俺が時間余るからさ、企画とか、うん、編集とかもっと早いペースでどんどんできるとか、うん、アイディア出しもしたいし。ユミタンもうしたくないと。何が一番爆速が治ったらやっぱり YouTube伸ばしていろんな人が見てくれるっていうのが今人生で一番楽しいし、もっと頑張ろうと思えるかなと思って、まあ、だから俺は YouTube に時間を投資させてほしい。うん、なるほどね。
時間がないのもわかるしさ、やりたいことが全部できてないのもわかるよ、うん、でも仕事を辞めるってさ、ねえ、いや別にさ、それ仕事辞めてさ、何 YouTube だけでやっていくとするじゃん。でもし失敗したとするじゃん、それはそれでいいと思うんだよ、うん、だって全力を尽くして失敗したのであれば、別にその後また仕事を探せばいいし、お金はどうにかなると思うし、ただですよ、二人で一緒にやっていこうって決めたことなのに、健吾だけ仕事を辞めて一人で頑張るっていうのは違うと思う。健吾が仕事を辞めて本当にそれだけで行くのであれば、ゆみたんも仕事を辞めて一緒にやる、うん、だってどっちかだけすごい頑張っても意味ないでしょ、うん、その健吾が仕事を辞めるって言ってるけど、今までさ、その仕事をしてるのにたくさんの人が応援してくれたわけじゃん。仕事の人だってそうだし、パパさんとかママさんだってそうだし、自分だって今まですごい仕事頑張ってたわけでしょ。でもそれを全部捨ててまで頑張るっていうならついてるけど、中途半端な気持ちなら嫌なことがある。そこまで振り切れる自信があるならすぐやった方がいいと思うし、私もついていく。だって一緒にやってることだからね。ということで、てってれー。まあ仕事辞めるっていうのは、嘘でございます。えじゃあありがとうございました。全然辞める気ありません。よろしくお願いします。これからもドッキリ辞める。そうなんだ、よかったということで、本日の企画は終わりです。はいはい、じゃあちょっとお疲れ様でした。はい、ということでモニタリングの結果、ユミタンはめちゃくちゃ冷静で、めちゃくちゃ真面目で、現実主義でした。天然ユミタンとは違う、結構真面目なユミタンが見れましたね。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ったら、ぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。それではさよならー。What?